とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワーを釣り竿でクリアしていきたいと思います。今シーズンもあります。14回の報酬に釣り竿ですね。それでは、早速釣り竿を装備していきましょう。でも、すぐに、釣り竿連打が使えるわけではありません。少し時間がかかりますね。とりあえず途中で出てきた、メイスを使ってボス行ってみましょう。このね、使える装備が出てくるのがまだ結構先なんですよね。よし、終わり。やっぱり釣り竿は専用装備がないとそんなにね強くないんだよな。うん、強く、まあ当たり前か、進化を発揮できないからね。で、装備があるのが、何回だったっけ ?23 回とかそこら辺ですね。まあ一応ボスは倒せました。23回の報酬でやっと出ます。長い。長い。なので、あんまり釣り竿はね、今回おすすめじゃないかもしれません。まあ、この武器さえ取ってしまえば、むちゃくちゃ強いんだけどね。サイスで、エンチャントが、衝撃波の、魂の共鳴の雷か。共鳴は、まあまあ、1でも2でもそんな変わりはないとは思います。5% だからね。まあ、とりあえずこれで、行ってみましょう。でもね、釣り竿を取ると、他のやつがちょっとね、種とかが取れなくなるっていうのが、ちょっと痛いんだよね。うん、道中が、ボスは楽になるんだけども、道中がちょっときついんだよな。いけ。OKOK。一応レーザーは使っていけるんだけども、わざわざ通るほどでもない気はするんだよね。まあ、強いよ。めちゃくちゃ強いよ。むちゃくちゃ強くはあるけども、もうちょっとね、階層が下の方で出てきてくれればいいけど、もう終盤、しかも24回だよ。ほぼほぼ終わりに近いところで出てくるんで、ちょっと今回は微妙でしたね。うん。まあ、こっからは早くクリアできるので、いいでしょう。います。まあ、やっぱ強い。衝撃波付きのやつは強すぎる。で、ここも、タワーガードが出るところか。楽勝でしょう。タワーガードこそこの衝撃波付きの武器で倒したいもんね。いけー。早いね。うん、弓はこいつ使えないからこれで倒すとすっげー早い。うん、おしまーい。もしかしたら慣れてしまうと、26、7分で釣り竿だったらいけるとかあるかもしれませんね。あ、これもうさ、これでよくない？森の矢筒は別に必要ないでしょう。衝撃波レーザーがあるんで、多分いらない。で、途中で、いつもはね、狩人のアーマーを取るんですよ。狩人。あれを、もうこのまま輝くローブでいったらいいかな。の方が、安定しそうな気がする。狩人は、遠距離のダメージアップなんで、近距離ダメージアップじゃないのでね。このまんま行きましょうか。何もいりません。で、ここ結構敵多くて押し込まれること多かったんだけども、まあ衝撃波のやつがあればこれもないか。リッチも近づいてくる前に
いや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 、じゃあきつい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 、倒せなくはないんだけど余裕ではない。しゃあ、いやでも普通に行くよりは全然楽かな。よし終わり。うん、早い、やっぱさすがだわ。でこれは狩人取らずにそのまんま行きます。ちょっと防御力がね、難ありだと思うんだけども、まあここさえクリアしてしまえばいいんで大丈夫よ。ここ強い敵も別に出てこないし、レーザー撃ってバリ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 やってれば勝てるはず。危なくなったらもうドラもあるしね、囲まれたらドラを使ってあげればいいし、うん、いや囲まれることすらないわ。うん、ないない、終わり。余裕です、余裕でした。でここも何も取らずに行って、で商人で、防具は上げなくていいね、もうサイズをそのまんま上げてあげればいいや。うん、ダメージを食らうことはないと思うんで、もうこのまんま行きましょう。ソウルもマックスなのでクリティカルも出やすいはず。エンチャント入れときます。魂の共鳴を3ですね。あとはいらない、うん、いらない、意味がない。とにかくドラを使って最初から一気に攻める。早っこれは早い、これは早い。うん、まあ、高速周回するならこれ全然ありかなと思います。はい、では何が出る、今回1個もいいの出てない、あーいまいちだな。霊気1、最後の叫び、爆発1、いりませんね。はい、ということで、今日は釣り竿でタワーやってみましたけども、まあ、出るのが遅い。もう少し先の方から釣り竿と釣り竿専用の装備があってくれればよかったんだけども、ちょっとね出てくるのが遅いかな。でもまあ強いのでたまには使ってもいいんではないでしょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。